自治体別の感染者数です。浜松市が百六十八人で最も多く、市としても過去最多です。次いで静岡市が六十四人、沼津市が四十三人、岩田市が四十一人などで、県全体では五百十六人。去年八月二十八日以来およそ四ヶ月半ぶりに五百人を上回りました。浜松市の百六十八人のうち。 市が把握している165人は、全員が軽症か無症状です。クラスターが発生している市内の学校の部活動関連では、参加者1人と学校関係者1人の感染が確認され、累計で19人となりました。静岡市では、クラスターが発生した清水区の一立こども園で、 新たに保育従事者一人の感染が判明し累計9人となりましたまた市内の学校の部活動で今日までに生徒6人の感染が確認され新たなクラスターと認定6人のうち一人がデルタ株検査で陰性でオミクロン株によるクラスターの可能性が高いということですこのほか3つのクラスターが発表され 藤枝市の会食で6人いずれも三島市の部活動2件で生徒ら5人と6人となっていますまた県は感染者のうちオミクロン株の可能性が高い人の割合が昨日までの1週間で86.5%に上るという分析結果を示しました一方オミクロン株の患者の隔離期間については デルタ株と同じように、発症から10日かつ、回復後72時間を経過すれば解除することを決めました。